けましたわ。何が見つかるか楽しみですわ。運がいいですわ。私一人で十分。これ。楽勝ですわ。私たちに挑むなんて無謀ですのに。まだ次の攻撃にも耐えられるかしら。次も期待していいわよ。実は思ってる以上にすごかったりする。Thank you.
休む日。これからが本。や、まだ終わっていませんわ。ハードを甘く見てもらっては困りますわ。どんなものが見つかるのかしら。運がいいですわ。素敵なものですわ。こんなのが相手なの？舐められたものね。
怒涛のラッシュ。負けられないのよ、私。ないのよ、私も。この程度で負ける私じゃないわ。レベルが上がりましたわ。仕方ないわね。褒めてあげるわ。なかなかのものね。こんな感じでどう？砕くわ。おお、今見っけ。ぶっ壊すよ。何が見つかるか楽しみですわ。
こんなのが相手なら私が出なくてもいいんじゃない？怒涛のラッシュ、受けてみなさい。怒涛のラッシュ、受けてみな。経験値少なそうだね。休む暇。まあ、こんなものね。何が見つかるか楽しみですわ。いいアイテムが見つかるといいんだけど。こんなだ。手落ちはさすがにないか。
なかいいものじゃない。私の出番です。強そうだよ。せっかくのチャンス逃さないわ。ま、こんなものね。Thank you.
かなかいいものじゃない。いいアイテムが見つかるといいんだけど。何が見つかるか楽しみですわ。いいもの見つけちゃいました。カードが直々に相手をしてあげるわ。これいい加減死にな。ないのよ、私も。怒涛のラッシュ受けてみなさい。跡形も残ってないじゃない。見つけましたわ。
わ。どんなものが見つかるのかしら。ここにはどんなアイテムがあるのかしら。やった。B に変更。危なくなったらダッシュで逃げるよ。これからが本当の地獄。相手が悪いですわ。いられないのよ、私も。怒涛のラッシュ、受けてみなさい。されないのよ、私も。怒涛の負けられないのよ、私も。ありえない、なんで私が。怒涛の負けられないのよ、私も。怒涛の怒涛のラッシュ、受けてみなさい。怒涛のラッシュ、受けてみなさい。ま、今のうちに交代ね。頼りにしてくれるなんて嬉しいじゃない。狙った獲物は逃がさない。
られないのよ。私も怒涛の負けられないのよ。怒涛のラッシュ、受けてみなさい。待ってたわ。もう一撃できる。その間合いも私のものよ。力が湧いたこと、これでもっと強くなれますわ。あ、レベル上がった。強くなったです。すごい、力が湧いてくる。このくらい正義のヒーローにかかれば余裕余裕。砕くわ。いいアイテムが見つかるといいんだけど。どんなものが見つかるのかしら。いいですわ。
けましたわ。これから5PB のファイラジー、久しぶり、 5PB だよ。みんな今日もよろしくね。ラステーションのペンネームトニーさんからのハガキです。 5PB ちゃんこんばんは。この番組の電波ちょっと借りるよ。どうぞどうぞ。神と呼ばれるモンスターを倒してくれたお嬢ちゃんたち、ありがとう。あんたたちのおかげでゲーム業界の平和は守られたんだ。ほんとありがとうよ。あんたたちの旅に女神様の加護があることを祈ってるぜ。いいことをしたんだもん。きっと女神様が旅を見守ってくれると思うよ。さてさて、次はラステーションのペンネームモノクロさんからのハガキです。5PB ちゃんこんばんは。今日はお願いがあってハガキを出しました。家出していたペットの白と黒がやっと戻ってきたと思ったらまた家出してしまったんです。もしうちの白と黒を見かけたら連絡をもらえませんか。リスナーのみんな、白と黒だよ、覚えた。もし見かけたらモノクロさんに連絡だよ。で、あれ、ハガキのどこにも連絡先が書いてないよ。なのでモノクロさん、この放送を聞いていたら連絡先を書いたハガキを至急番組に送ってください。さてさて、次はラステーションの呼び捨て希望ペンネームクラタンからハガキが届いています。 5PB ちゃんこんばんは。クラタンこんばんは。 5PB ちゃんは間違って偽物を買った経験ありますか。僕は偽物を買ってしまった経験はないよ。楽器や機材はずっと使ってるし、あと衣装も僕の手作りだからね。どう、何気にすごいでしょ。さて今日の放送はここまで。みんなグッバイ、 See you again。 この番組はコンパちゃんのおじいちゃんの提供でお送りしました。5PB のファイラジー、久しぶり、 5PB だよ。みんな今日もよろしくね。ラステーションの本名 OK 三樹さんからのハガキです。ネプテューヌ、次こそは負けん。って、これだけ。てか、サンジュって名前、どこかに。まさかね、
別人だよね、きっと。さてさて、次は、ラステーションの本名 OK サンリュさんからのハガキが届いています。 5BB ちゃんこんばんは。あなたが機械をどう思っているか知りたい。よければ聞かせてもらえないだろうか。機械か、あくまで僕なりの考えなんだけど。僕のギターやアンプも機械だよね。そう考えると機械は僕にとって音楽活動をするためのパートナーなんじゃないかって思うんだ。こんな回答でいいかな、サンジュさん。次は住所不定のペンネームイースンさんからのハガキです。 5PB ちゃんこんばんは。イースンさんこんばんは。質問なんですが、 5PB ちゃんは幽霊などのオカルトは信じるタイプですか？僕、幽霊とかあんまり得意じゃないんだよね。だから路上ライブするときもなるべく明るいところを選んでるんだ。あと13日の金曜日はなるべく外に出ないようにしてるんだよね。ちょうどここで時間みたい。それじゃあみんな、また今度。バイバイ。この番組は兵器から玩具までラステーションのアブニールがお送りしました。5PB のファイラジー、久しぶり、 5PB だよ。みんな今日もよろしくね。突然ですがラステーションの教員からの臨時ニュースです。突如数日前から出現したブラックハート様の偽物ですが、たくさんの協力者の協力を得て無事に撃退することに成功しました。ん？この事件って他の大陸でも似たのが起こってた気がするんだけど、そっちはどうなったんだろう。けど無事に解決してよかったよかった。さて今日の放送はここまで。みんなグッバイ、 See you again。 この番組はホワイトハート様の提供でお送りしました。